朗報、大谷翔平ポストシーズンは登板せず打者専念。ドジャースのロバーツ監督は本拠地で5日に始まる1シリーズ5回戦制に向けて記者会見した。自身初のポストシーズンに臨む大谷翔平に一番打者として思い切り暴れ、打線全体に好影響を与えてほしいと期待した。ゴームズゼネラルマネージャー GM は、昨年9月の右肘手術から投手としてリハビリ中の大谷をポストシーズンで登板させる考えはないと話し、打者に専念させる意向を示した。そりゃそうだろう、てか誰が投げるなんて言い出した。ファンが勝手に騒いで、さらにロバッツがあり得るかもしれないと思った。大谷翔だから少しぐらい痛みが出ても投げ抜いてしまう危険性がある。それが致命傷につながったら最悪だぞ。投手はまた来シーズンの楽しみとしてゆっくり待ってましょう。そもそも手術とかしてない山本でさえ怪我が治ってから復帰までは実戦形式の登板とかマイナー登板とか1ヶ月くらいかかったんだぞ。大谷は現在進行型でリハビリ中なんだよな。登板しなくてよい、怪我などされても困ります。最近大谷が実戦形式の投球練習を始めようとしたけど、ドジャースがこの時期に余計な負担を与えるなって言ってやめさせたらしい。上原曰く、ポストシーズンはギアが一段上がったような戦いになる。明日のことを考えなくてよいから、全ての選手が出せる全ての力を出して戦うって言っていた。今年の打力を考えたら登板準備させて負担かけるより打者としての準備をしてもらった方が活躍してもらえそうだものね。どこぞのメディアが昨年の WBC を引き合いに出して大谷登板の可能性に触れてたけど、常識的に考えてありえんわな。このポストシーズン大谷は打撃に専念して相手バッテリーに脅威を与える役割を担わせるのが正解。もう投げなくてずっと打者専念が見たいな。いや、サイヤングも見たいことは見たい。管理人のつぶやき、まあ当たり前のことなんですが、なんか大谷さんはファンの想像をはるかに上回ることをやってしまうので、もしかするとってモヤモヤしちゃってました。これですっきりと打者大谷さんの活躍を全力で応援したいと思います。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。